火炎放射器。ここはバンカーテープ。オスコムの戦士たちよ、諸君らが今から行う任務は最重要機密事項である。衛星通信センターの記録保管庫から我々が生活する放射線汚染レベルの地区を記した地図を回収せよ。状況データによればバイカル湖周辺は特に可能性が高いとされている。一段の注意を払うように。これまで我々の努力は全く実らなかった。だが今回は何としても成功させなければならない。現時点で詳細を告げることはできないが、メトロに暮らす者全員の命がこの任務にかかっているということだけは心に刻むように。このテープは5秒後に自動消去される。健闘を祈る。されてないんだが、これは将軍のテープだな。もう本編ともうほとんど機関差のないところだけど、1年前に大佐が死んだとかではそういうことではなかったんだ。割と直前までは生きてたんだ。いや待って待って待って、そもそも殺したことにしちゃってるけど、死んだかどうかもそもそも分かんない。だけどフラグはビンビンに立ってるからどうだろう。何も出てこないよな。やめてくれよ。あーいるねいるね。まあ火炎放射器があるなら、何のブザー、どこに行ける。後ろ側から回ればいいか。あ、回れない。あ、わあ嫌だな。な、お、ああ間違った間違った。急に明るくなったよ。死体ばっかり。というかこれスタルカたち、これだな。あらら、あらら、これはお出ましかな。お出ましだな、これは。システム再起動準備中、 20% 完了。どこだ、ここか。なっ、来た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 。あ、待って待って待って、よいしょ。おい、圧力をチャージするタイミングも見極めないとな。
OK、100%。まだいる、まだいる、まだいる。おら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 。早く相手。よし。痛い、痛い。何？こっちにもいる。ああ、ちょっと暗すぎる。よし、こっちは何もない。今はフレーブニコフ大佐の道のりをミラーがたどっているような階層か。ファイヤー、まだいるな。これおっと、急に来ないでくれよ。ファイヤー、矢印の方向に従うか。いた。おお、素早いよ。こいつはノサリスか。向こう側か。チャージしといて、タンクも交換しとこう。おるー、素早いこいつ。まだ医療キットはあるけど。中途半端に燃やしてダクトに燃やされたらまた攻撃されるな。あ、開いてない。なら中央の方か。おお、解体。これはまだここでアタッチメントのアイテムが手に入るということはまだ続くのかな。おる、待って、タンクが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 、よし、入り口で出待ち。なんだ？よし。そっか、ここはひたすら、ここは無線が通じないからひたすら焼き払うだけか。開かない。お？よきっと。ライブラリアントが出てきそうだな。システム再起動完了。主電源に切り替えます。ちょっと開いてない。あー、またか。
オイルがたくさん置いてある、ここ。うわー、消毒じゃ消毒じゃ。やばい、リロードが挟む。痛いなあ。おお、ライブラリアン、やっぱり来た。待て待て待て、痛い。こいつ戦っていい？ああああやめて。見えない見えない、何も見えない、ドアは開いてない。まずいって、ここはライブラリアン消えた。退避したいよ。あー、オイルが切れる。リロード。またライブラリアン。待て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 、うわーわーって、あー死ぬ。え、どうしたらいいんだあれ。いやー、なんかライブラリアンのあの目を合わせなければいいというのに、今更ながら従えばいいかな。そうすれば襲われないかな。でもね、柄が悪いから襲ってくると思う。こんな狭い空間じゃ逃げ道もいけないし、行って。回避させてくれよ。通れる？通れないよな。あうわあ、投げてくるの？こいつに接近されるのが一番まずい。痛え。うわあ、タンク交換。危ない。聞いてるこれ。ああ、医療キットがもうない。あ、エレベーターの扉が開いた。うわあ。あれ？死んだ。暗い、暗いよ。こっちか。あー、いるじゃん、まだライブラリアン。上、こんな今にも壊れそうなこんなダクト。こんにちは。そんなところで何をしてるんだい？
わわわわわわわ。今度は逃げ隠れしながら。 60? わあ、そうだな、これ隠れながらになるな、これ。違うかな。地図らしきものがある。というか、左のやつなんか抱えてる。左のやつ見て、左。この横のスタルカーさん、なんか持ってるよ。ああ、待てよ、これじゃないか。逃げよう。あ、待てよ、ライブラリアンがいるかも。なんだ、大丈夫。ああ、待って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 、そろーりそろーり。私はカカシです。待って、これ通れなくね。おお、やばいやばいやばい。ああ、うわ。足、あ、緑のやつ。キリュウ、今から帰るぞ。ほんのちょっと休ませてくれ。とにかくもう疲れた。
たのか兄弟。そうか、地図を見つけて休んでたんだな。私も一休みせんとな。まったく義足が傷んで仕方がない。長居しないように気をつけよう。キリルに言われてきたんだ。どこを探したらいいかを聞いた。強い子だよ、あんたの息子は。あの子が頑張ったのがよくわかる。子供たち、いつだって子供のためだ。私がここに来たのは娘のためだ。賢くて、強くて、優しくて、可愛い子だ。どれだけ誇りに思っているか、愛しているか、言葉にはできない。父親になろうと努めてはいるんだが、どうしても大佐として振る舞ってしまうんだ。愛情を示すことが自分の弱さをさらけ出すようで。あの子にだけじゃない、あの子の夫に対してもだ。最初は見どころのあるやつだと思っていた。だが真実に固執するのが腹立たしくなってきた。命を危険にさらしているんだ。世界一の女性に愛されながら。まともな人間が求めるのは、濃いめのスープ、家と呼べる場所、元気な子供とかだろう。だがあいつは真実を思っ、地図を見せてくれ。あいつには怒り心頭だったよ。だが世界を見て回って、これまでの自分の人生について振り返ってみたんだ。特にあんたのことを聞いて、昔の自分をあんたに見た。私たちは共に大きな嘘に仕えたんだ。それが必要なことだと自分に信じ込ませてな。あいつがいなければあんたと同じ結末をたどっていた。だが今になって私は人生を変えるほどの本当の目的を見つけた。ようやく真実を見据えるようになったからだ。あんたなら分かってくれるだろう。地図の礼を言う。あんたの死は決して無駄じゃない。あんたは私たち全員を救ってくれた。そしてキリルも。この時計を渡して必ずあの子をこの地獄から連れ出す。約束しよう。さあ時間だ。さらばだ、フレーブニコフ大佐。どうか安らかに。大丈夫か。しっかりしろ息子よ。ああ、なるほど。あ、終わった。そういうことだ。ミラーとフレーブニコフで2人の大佐、そういう意味だ。で、最後の本編のバイカル湖畔だっけな、あそこが放射線に汚染されていない、人間が住める環境である地上であるというのは、あのフレーブニコフ大佐が最後の最後で持ち帰っていた地図をミラーが持ってって、で、そしてミラーも放射能に汚染されながらも、あの緑のやつを自分に使わないで最後瀕死状態のアルチョムに使っていましたということで、本編の補完だね、このストーリーが。はい、あの将軍も将軍でなんかちょっとあんまり憎めないやつ、結局子供のことを考えていた人なわけだから。はい、というわけで2人の大佐は今回で終了で、もう一つの DLC がこれから配信される予定で、それがなんだっけな、それの主人公が、本編でのあのオーロラ号一行の中にいた、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、仲間の中に、その仲間の中の一人にアメリカ人が混ざってて、その人の話だった気がする。ちょっと間違ってたら修正しておこう、編集で。じゃあそっちも配信され次第遊んでいこうと思います。じゃあ2人の大佐はここまでで。